ね、聞いて、突っ込んで聞いていきたいなと思うんですけども、はい、まず、川原さんの方の、そのアクセルワールド。はい。ちょっと名前からしてかっこいいんですけども、そのアクセルワールドという作品はですね、どんな作品なのかちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけども、はい。コンプレックスを持った、いじめられっ子の中学生が主人公。はい、となっている、いて、その彼を主人公に、なぜ作品を書こうと思ったのかとか、なんかこう、きっかけとかあるんですか？そういう。その6年間、ちょっとその、はい、うだうだやってる間に、はい、そのインターネット上で小説サイトをやってまして、はいはい、そこでその、最初から最強でモテモテの主人公ばっかり書いてましたら、おもうお前、そんなんじゃダメだっていう、批判の声を数多くいただきまして、もう直にそういうご意見をいただいて。ああ、はい、もう。ああ。で、まあ、はい、その、そういう最強モテモテの対局にある主人公を今回書いてみようと思います。はい、ああ、確かになんか、そういう、こういうコンプレックスを持ったって、なかなかこう突っ込みづらいテーマではあるのかなと思ったりしたんですけど。そうですね。ちょっと、触りづらい部分ではあるんですけど、はい、まあ、でも、そんな突っ込んでは書いてないです、正直なところ。あ、そうなんですね。どういう作品なのかな、はい、中身を読んでからお楽しみというのもありますけれども。そうですね。まあ、そんなアクセルワールドの中でですね、まあ、登場人物、たくさんの登場人物から出てくると思うんですけれども、一番気に入っているキャラクターとかって、あ、ヒロインですね。ヒロイン。はい。主人公がいじけまくってますんで、はい、その、主人公を、ヒロインがだんだん攻略していくっていう、そういう構造になってますんで、どっちかっていうと主役はヒロインの方かもしれません。しずきとかさんの方にも、ね、聞いていきたいんです。もうここだけは一押しなんすよってところがあればそういうところも話していただいて結構なんですけども、まずはちょっと川原さんの方からちょっと PR の方お願いしてもいいですか？全体的にですね、はい、作品の舞台設定は未来、すごい40年ぐらい未来なんですけども、すごいなんか近未来の話ですよね。近未来っていう近よりちょっと円ぐらいなんですけど、ただそういうその、テクノロジーバリバリっていう感じじゃなくて、そのそれこそそのラジオ放送みたいなそのアナログ感を、大事に思って書きましたんで、はい、でその私もその AM ラジオがすごく好きで、はい、その作業中ずっと流しっぱなしにしてたりしますんで、はい、AM ラジオの距離感みたいなものをちょっと目指しつつ、はいはい、書いていきたいなと思っております、はい、さあそしてですね